ネクストスペースの NFT ホワイトリスト配ってます。はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンのハチノです。今回はネクストスペースの方で NFT 配ってますということでね、ホワイトリストを今配布中ということなので、ぜひね応募していただければと思います。で、まずですね、ネクストスペース何なのという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあソーシャルファイということで SNS でね、投稿したりいいねしたりして、それがまあ収益につながるというね、新しいね、今いろんな何々 to earn っていうの流行ってますけれども、まあいわゆる SNS to earn とでも言えばいいんですかね、コンテンツトゥーアンとかね、ソーシャルトゥーアンとかいろいろ言い方あるかと思いますけれども、はいね、今までこう Facebook とかでいいねとか投稿してたりしてもね、稼げなかったものが、まあ、あんな感じで投稿したり、インスタとかでね投稿したりしていいねとかがつけばつくほど、まあ、稼げるという、まあ、そういうアプリになります。はい、で詳しくはですね、こちらの動画でね、あの登録の方法とか、あとネクストスペースって何なのということについて詳しく解説していますので、ぜひですね、こちらの動画見ていただいて理解して、まあ、登録していただけたらと思います。で、面白いのがね、ネクストの E が3になってんですよね。これがだから Web3.0 を表してるんだと思いますけれども、ね、E が逆に反対になって3になってるっていうところもまた、はい、一つ面白いところかなと思います。はい、そしてですね、ちょっとね、アプリのバージョンアップがあって、稼ぎ方が若干変わりましたということで、ここでね、あのついでと言っちゃなんですけれども、はい、紹介させてください。で、この動画でですね、まあ、ステーキングをして、その後報酬を得るというやり方、解説してるんですけれども、アプリが新しくなってから、ステーキングして報酬を受け取るというね、このステーキングというのが不要になりました。投稿していいねしてっていうところは変わらないんですけれども、ステーキングをする必要がなくなりました。で、新しいね、アプリの方だと、まあ、ログインボーナス毎日もらえますっていうのと、あと、いいね、ね、5回以上すると、ボーナスもらえますと。で、あと、投稿するごとにボーナスもらえますということで、さらにですね、あと1週間、連続ログインしたらボーナスとか、あとね、投稿何十件以上したらさらにボーナスとかね、そういった感じで、もともとはそのステーキングしてからっていうところだったんですけど、それがなくなった分ね、かなりやりやすくなったというところはありますので、まあ、前回と若干ね違った部分ね、ここでお話ししておきたいと思います。まずですね、ログインボーナスなんですけれども、はい、アプリ開いていただいて、一番右側ですね、こちらのところね、プロフィールのところタップしていただくと、こんな感じでカレンダーが表示されまして、下の方にね、チェックインというボタンがありますので、例えば今日7日であったら、こうチェックインというところを押すと7日がピンク色になって、で一番上のね、デイリーサインインというところね、クレーム0.00SP のところピンク色に光りますので、ピンク色に光ったらこちらタップしていただいて、このねクレームこう SP 入手してください。はい、でそれ以外にも報酬がありまして、あとミッション報酬ということで、例えばね、誰かの投稿にこのハートマークですね、いいねとつけて、これを5個以上5件以上ですね、いいねつけた後で、この右から2番目のボタンですね、押していただくと、まあ、こんな画面になりますと。で、今ね、5件、まだいいねつける前こんな感じなんですけれども、いいねを5件使えると、ここで、はい、クレーム5ポイントつきますので、これもねタップしてクレームもらってください。あと他にもですね、投稿したら4ポイントもらえますとか、フォローね、5人以上フォローしたら3ポイントもらえますとかね、たくさん報酬の取り方ありますので、まあ、これを見ながらね、報酬バンバン稼いでいただけたらと思います。これがね、SNS で稼ぐというね、ネクストスペースというアプリになります。はい、じゃあですね、ここから今回の動画の本題ですね、NFT のホワイトリストのプレゼントを今やってますということなので、こちらのね、応募方法をお伝えしていきたいと思います。はい、で、こちらが、ネクストスペースの、ね、ディスコードの方に投稿してあった内容なんですけれども、まずですね、発売予定がまあ1万個ですね。で、ホワイトリスト、今現在、まあ、1000枚くらいということなので、まあ、全然余裕で、ね、買えそうですよということで、ホワイトリストを今配布してますと。で、配布期間が、
8月15日まで、で8月15日に発売されるということなので、まあね、発売当日までずっとホワイトリスト配ってますということになります。はい。でですね、ホワイトリスト1リスト1ホワイトリストにつき 1NFT 購入って書いてあるんですけど、これがもしかしたら2個とか3個とか買えるんじゃないかっていう噂もあって、ここはね多分当日まで変動要素だと思いますので、あまりね気にしないで、はい、とにかくはまずはホワイトリスト入手することを考えてくださいということで、じゃあねどうすればもらえますかということなんですけれども、条件まずはですね、ネクストスペース登録してくださいね、アプリダウンロードしてサインインしてくださいと。でサインして、かつこの 1,2,3 のいずれかね、最低1つでいいということなので、まあ3つやってもいいですしね、どれか1つだけでもいいので、これをねやってください。1つ目公式ツイッターのフォロー、2つ目公式ディスコードに参加、3つ目日本コミュニティ LINE オープンチャットに参加、このね3つのうちどれかをやってくださいと、はい、いうことになります。じゃあですね、このねやり方を具体的に解説していきたいと思いますけれども、まずはですね、やっぱりアプリ登録しないと始まらないので、ね、こちらの画面スクリーンショット撮っていただいて、この QR コード読んでいただいて、この、ね、動画を見ながらネクストスペース登録していただけたらと思います。で登録した後ですね、はい、まずは Twitter のフォローですね、はい、これがネクストスペースの公式の Twitter になりますので、はい、ここでフォローしてください。はい、でネクストスペースの公式ツイッターの URL 動画の概要欄に書いておきますので、そちらからねアクセスしてフォローしてください。はい、で公式ツイッターの中ですね、固定されたツイートの中でこちらでもホワイトリストを配ってますので、こちらは多分グローバルな方だと思いますので、今回ね私が今紹介しているのはネクストスペースの日本のプレゼントなので、まあ、両方ね申し込んでいただければ確率上がると思うので、まあ、多分ねもう申し込めばもらえるくらいの、はい、勢いだと思いますので、まあね、よろしければ両方申し込んでいただければと思います。はい、そして2つ目、公式ディスコードへの参加ということで、ネクストスペースのディスコードですね、こちら、まあ、この QR コード読んでいただくか、ディスコードを、ね、持ってる人はネクストスペースで探していただいてもいいですし、はい、こちらね読んでいただければすぐにアクセスできますので、こちらから参加してみてください。はい、そして3つ目ですね、2になってますけど3の間違いですね、日本のコミュニティの LINE ですね、オープンチャットありますので、こちらに参加してくださいと。こちらの QR コードを読んでいただくと、このね LINE のオープンチャットが出てきますので、こちらにね参加していただければと思います。はい、なので 1,2,3 のいずれかね、まあ、全部やっても全然問題ないので、はい、どれか一つでもいいのでやってくださいと。はい、で最後にですね、 Google ホームから申請することになるんですけれども、まあ、ここね 1,2,3 のうちにはいずれかやってくださいということで、この Google ホーム、 Google ホームの URL もね概要欄に載せておきますので、そちらから、はい、申請してください。まずは Next Space 登録した後でユーザーネームですね、こちらを、登録してください、入力してくださいと。はい、で Twitter の方でねフォローした方は Twitter のユーザーネーム、アカウント名ですね、入力してください。でディスコードとあと LINE のオープンチャット、これね両方一つしかないので、まあ、どちらか片方でもいいんですかね。はい、まあ、両方ある人は両方書いていただいてもいいと思います。はい、逆にどれか一つでね、空欄だとなんかエラーが出るそうなので、もしね例えば LINE オープンチャットに登録したんだけど Twitter は登録してないよっていう人は、ツイッターの方はノート入れていただければいいそうです。空欄だとね、なんか進まないそうなので、必ず何かしらの文字を入れてくださいということらしいです。はい。で、ソラナのアドレスですね。暗号通貨、ソラナの、ウォレットのアドレスの入力が必要なので、はい、そちらについてはですね、はい、こちらの私の方でね、ファントムウォレットの作り方というところで動画を撮りましたので、まだね、ソラナウォレットを持ってない方は、こちらの動画見ながら、ファントムウォレット作って、ソラナのアドレスをコピーして、はい、こちらにね、貼り付けていただければと思います。はい。で、最後にね、ネクストスペース登録したら、自分のね、プロフィールの画面、スクリーンショット撮っていただいて、
で、ここからアップロードしてくださいと。はい。ここまででホワイトリストの応募は完了ということになります。ちなみにですね、今回の、ね、NFT 入手しておくとどんなメリットがあるのということで、ちょっとね、これ古いんですけども、5月の18日にミディアムの方に載っていたものを引用していきたいと思います。CO プラス NFT ということで、まあ、コンテントトゥーアーンということでね、コンテントで稼ぐということになります。で、今回ね、NFT を入手すると、はい、ちょっとね、ここに書いてあるんですけれども、まずはその、なんかレベリング、レベルが上がると、より多くの報酬が得られるということが、はい、計画されているようですというのと、あとは、キャスティング、新しい、CO プラス NFT のキャスティング、市場での NFT 取引ということで、これは単純にあれですかね、NFT の価値が上がれば高く売れるっていう感じですかね。はい、あと、広告ブースティングということで、より多くのインプレッションとトラフィックを獲得するためと。はい、で4番目が贈与、コンテンツ作成者への金銭的な奨励と。はい、で5番目が取引ということで、市場を通じた、トークン取引。で6番目、採掘だからマイニングですね。異なるメカニズムによる新しい NFT のマイニングということで、ね、今後、ネクストスペースをやっていく上で、まあ、NFT を持ってると、まあ、有利になるよというところになるんだと思います。現時点でね、分かっているのは、まあ、ここまでの情報なんですけれども、今後ですね、詳細な情報また出てくると思いますので、その時にね、動画で解説していきたいと思います。はい、じゃあね、今回のまとめになりますけれども、NFT のホワイトリストをプレゼントということで、やることをね、まずは、ネクストスペースの方に登録していただいて、でこの 1,2,3 のうちのどれか一つね、まあ、もちろん全部やっていただいても問題ありませんと、どれか一つをやってくださいと。で最後にソラナのアドレスを Google フォームから、ね、申請してくださいということになります。これを8月15日までにやっていただいて、で8月15日に、ね、NFT の販売が開始されるそうなので、まだですね、値段とか全然ね、どんな NFT なのかっていうところも、はい、情報は出てきてないんですけれども、ネクストスペースね、やってる方、これからやろうと思った方はですね、ぜひですね、このホワイトリスト、多分ね、もう申し込めばもらえちゃうくらいの勢いだと思いますので、はい、ぜひね、まずはホワイトリストをね、もらっておいて、まあ、買う、買わないはね、8月15日に決めてもいいんじゃないかと思いますので、はい、ぜひ応募してみていただけたらと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。SNS で投稿して、運営して、紹介して稼ぐアプリ、NEXT SPACE です。暗号通貨の総発行枚数の 82% を無料配布し、コミュニティで経済圏を作って、コインの価値を高める面白いプロジェクトです。無料コイン配布は先着1000万人までなので、すぐ登録しましょう。未来のデジタル通貨、チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ。2021年12月スタートしたばかりで、ファーストステージで稼げます。歩いてスニーカーをコレクションして楽しむアプリ、アグレットです。元アディダスのディレクターが作ったメタバースアプリです。メタバースで靴を拾うと本物のスニーカーがもらえるそうです。2019年にリリースされたムーブトゥーンアプリ、コインです。稼いだコインは地理空間データを匿名で収集検証するジオトークンに交換できます。移動時にはスウェットコインやステラウォークと同時起動して複数の暗号通貨を稼ぐことも可能です。歩いて暗号通貨を稼ぐウォークトゥーアンアプリ、スウェットコインです。ユーザー数6400万人の世界最大のコミュニティコインが2020年夏いよいよ暗号通貨としてローンチします。無料で始められるので、今からたくさん歩いて稼ぎましょう。歩いて暗号通貨ステラルーメンを稼げるステラウォークです。2022年4月現在 iPhone 版しかリリースされていないのが残念ですが、他のウォークトゥーアン、ムーブトゥーアンアプリと合わせて活用して暗号通貨を稼ぎましょう。元祖無料マイニングアプリ、パイネットワークです。
世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は今すぐ始めてください。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークや P ネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。打倒イーサリアムを掲げ中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。タイムストープです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ。1日1回出席確認が必要です。オープンインベスティングカーレンシー、オピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して、投資や強制購入なしで主導的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web 3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリからBNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。マイニングで稼ぐ、NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐ、ビットコインレジェンドです。2月に上場予定の PCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。 NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリ、ユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT はNFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。ワンタップマイニングアプリヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。 P ネットワーク、1日1回タップするだけで暗号通貨 P がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。無料でビットコインがアーニングできるアプリ、エンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。5分ごとにスロットを回して暗号通貨をもらうことができるフォーセットサイトを一気に3つ紹介します。短時間で一気に作業したい方、とにかくたくさんのフォーセットサイトで稼ぎたい方におすすめです。独自のポイントダッチーを貯めて70種類以上の暗号通貨に交換できる無料フォーセットサイト、ファイナルオートクレームです。30分ごとに回せる2つのスロットと PTC ショートリンクでポイントを貯めて、ポイントを使って好きな暗号通貨に交換することができます。15分ごとにスロットを回して最大30サトシがもらえるフォーセットサイト、ビットコインスピンです。こまめにルーレットをスピンしまくってサトシをじゃんじゃん貯めましょう。フリービットコインです。
1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。1時間に1回スロットを回して無料でポリゴンマティックがもらえます。コインペイユーやパイプフレアと合わせてポリゴンマティックを貯めまくりましょう。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。18種類のコインを無料でフォーセットできる S フォーセッツです。 PTC 広告で稼げるサイト ESPTCO とアカウント連携されており、フォーセットと広告視聴報酬で暗号通貨をたくさん増やしましょう。2013年から運営している老舗のフォーセットサイト、コインペイユーです。約20種類の暗号通貨からお好きなコインを4つ無料でもらえます。日本語対応している本カジサイト、トラストダイスです。オンラインカジノですが、入金しなくてもビットコイン、イーサリアムなど7種類の暗号通貨が無料でもらえます。6時間ごとに7種類の中からお好きな暗号通貨をもらえます。もらった暗号通貨でカジノで増やすことも可能です。ベットフューリー、オンラインカジノですが、入金しなくても BTC、BNB、BFG の3つの暗号通貨が無料でもらえます。20分ごとに請求できるので、コツコツやればすぐ貯まります。また12時間に1回最大 1BTC が当たるスロットが回せます。ポリゴンマチックトークンや Z キャッシュ、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイト、パイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi&NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター、2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。レビューサイトでも評価が高いフォーセットサイト、コインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイト、ファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨、ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。